はいどうも、ハギチャンネルでや、ハギちゃんチャンネル。皆様チャンネル登録、コメント、高評価などよろしくお願いします。あと株式会社ピヨピヨ、ピヨピヨ軽貨物では、軽貨物ドライバーさん、配送依頼、共に募集しております。ピヨピヨ軽貨物のホームページから、ぜひとも気軽にお問い合わせください。さあ、ということでございまして、私、埼玉県の方に引っ越してきまして、まあ、やっとね、家の方もちょっと落ち着きまして、こんな辺のスーパー行こうかなとか、そんなんも慣れてきたんですよ。まあまあ、みんなにね、知り合いの人とか、まあもちろん会社の人もそうですし、埼玉県の方に引っ越しましたっていうね、ご連絡をしてたらですね、大物トップ YouTuber さん、ちょっと引っ越し祝いに何かいるかと言われまして、そうですね、もうある大物トップ YouTuber って、大体僕がこの時に言ったら、まあ、ラファさんですね。はい。ラファエルさんですね。ラファさんから、引っ越し祝い何回いります、ハギちゃん何回いりますって言っていただいて、とんでもないも届きましたよ。お家にラファさんから引っ越し祝い届きました。こちらです。デロンギのバカでかいバケモン、エスプレッソバケ、バケでかいバケモン、マジ重た。ちょ、ラファさんでかすぎますってこれ。えぐないこれ、重たい。腕重たい。いや、えぐないですか、ラファさん。マジで気配り気遣いのレベルがちょっと、もうかなり、もうかなり合ってきた中で一番上ぐらいのレベルで気遣い気配りができる方で、こんな私ハギちゃんにも引っ越し祝いでこんないかついデロンギのスーパーエスプレッソマシーンをプレゼントしてくれるということで、本当にラファさんありがとうございます。まあ、せっかくなんでね、このデロンギ、まあ僕正直そんなめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですよ。カフェラテ好きなだけなんで、コンビニとかでカフェラテの絶対飲むとか、スタバ行ったりとか、カフェ喫茶店行ってカフェラテ大好きっていうぐらいのレベルなんで、まあなんかね、ちょっと語れるほどのあれは何もないんですけども、せっかくこのね、こちらの表パワーがいかれそうだな、このデロンギのマシンをラファさんに送っていただいたので、ちょっとカフェラテを作りたいなと思いまして、ラファさんがね、これを送ってくれるっていうのがまあ分かった時点で、私買っときました。カフェラテを作るのに、このね、マシーンのこの、これはコーヒーじゃないですか。カフェラテ作るのにミルクジャグって言って、このミルクをね、ここからミルクのあったかいスチームにして、こうブワーンってやるやつと、で、あと私大好き、みんな大好きスターバックスさんで、カフェラテに合う、お豆さん何ですかっていうのを聞いて、購入してきました。はい、ミルクジャグと、ちょっとお豆さんの方持っていきたいと思います。はい、というわけでミルクジャグはこちらですね。デロンギのやつです。なんかありますよね、カフェでおしゃれなシルバーなのか、ステンレスかな。で、これです。はい、スタバで、なんていうやつで、エスプレッソロースト、スターバックスのエスプレッソローストですね。これをなんか店員さんに、やっぱスタバの店員さんって素敵な方、おしゃれな方多いんで、私素人で、この間エスプレッソマシンが家に届いて、ほんで美味しい家でカフェラテを飲む、カフェラテにぴったりなお豆、まずはどんなのがいいですかねって言われたところ、聞いたところ、このあたりがエスプレッソがちょっと合うんじゃないでしょうかって、やっぱ、濃いエスプレッソの抽出の部分の方が合うんじゃないかということで、こちら購入しました。はい、ちょっとじゃあせっかくですからカフェラテ作りますか。作るとこ取っていきたいと思います。はい、ハギちゃんチャンネル移動しました。移動しました。ちなみに言うと、この炊飯器とこの冷蔵庫、ちょっと持つか、よいしょ、この冷蔵庫、これもラファさんにもらったですね。もう冷蔵庫は前の引っ越し祝いでくれて、前も引っ越し祝いくれてるんですよ。やばないですか。で、この炊飯器はラファさんが中古でくれたでしょ。ほんでこのレンジもラファさんが中古でくれたんですよ。もう家電めちゃくちゃくれてるやん。なんだ、家電の人やん。家電の人とか言ったらおられんな。ちょっとじゃあ早速開けますか。デロンギ開けましょう。いやー、でもちょっと楽しみやな。まだ開けてなかったんで見て分かる通り。お、開いた。ただいきなり使えるんかっていうね。入ってんのはこの説明書みたいなやつと、このコップ。なんかコップちゃうわ。コップと、もうスプーン間違えたら、もうジジイというか、もうやばいやつやん。と、なんかこんなやつが入ってましたね。はい。これなんなんやろ、こんなやつ。なんなんや、なんかカートリッジみたいなやつ。おー、なんかカートリッジ、なんやこれ。なんかお水みたいなの入ってる。なにこれ。
英語ばっかり全然わからへんわ。うわ、英語。ビビーン。すごーい。ちょっとこれ開けよう。やばいな。わ、新品の匂いする。新品の匂いする。これもお店やん。お店やん、かいさ、これ。これ多分あるよね。コーヒー豆。あの粉が出てくるところね。ででーん、こんな感じでございます。もうちょい引くか。こんな感じでございます。かっちょいい。かっちょいい。洗濯機うるさいな。洗濯機ずっとなっとんな。あ、私ハギちゃんカフェで働いたことあるんですよ。カフェ、うん。だからね、ちょっとだけカフェラテとか作ったことあるんですけど、正直あんまやり方も覚えてないんですよね。1回1、2回ぐらいかな。あのホットのカフェラテのあのラテアートとかにやるようなこうふーって注いで、あのコップにフォ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 みたいな 花なのか何なのかよくわかんない、あのよくある定番の模様、葉っぱなのか何なのか、あれをあの昔教えてもらって作ったりしてたのよ。けどもう今ほとんど覚えてへんな。わー、綺麗なシルバー。こんな感じで撮れます。はい、こんな感じで撮れます。ちょっとコードがすっごい上からコードです。あんまりでも高橋愛線ね、差し付きのもあれでしょうか。ちょっとすいません、線がバリダサいことになってるけど、せっかくやからコーヒー入れましょう。コーヒー、コーヒーラテよ。あ、いいですね。こんなんいいやん。クイックマニュアル。まあ僕もね、あんまり説明書好きなタイプじゃないんで、これよりこのクイックマニュアルっていうのはね、これめっちゃええやん。で、これが電源ボタンね。はい、電源ボタン入れました。あとは豆を使う。コーヒー豆を豆ホッパーに、コーヒー豆を豆ホッパーに入れ、水を入れた給水タンクを取り付ける。水を入れたくカップ受けにカップを置き、コーヒー受けにカップを近づける。うん、豆を押して豆量を選び、給水タンクの水、あ、点滅してるから給水タンク、給水タンクがいるやん。ちょっと待って、ちょっと一回手で持つの大変やから、ちょっと。これか、これ、おお、これや。ここっすね。見えるかな？これ。これ給水タンクでしょ？給水タンクっぽいね。OK。これっしょ。いけるっしょ、これっしょ。やっぱちゃんと説明書読むわ。説明書読むのやってられますよ、これ。背面の主電源をオン。はい、つきました。これで電源ついてる状態ですね。はい。オンで主電源スイッチ入れた。給水タンクにマックスの。ハギちゃんチャンネル。はい、というわけで無駄な作業をやってしまい、この多分おそらく高いであろう石灰除去剤みたいなやつを使っちゃいましたね。落ち込むねんけど。こんなもんすよね。まあでも説明読んでもこんなもんよな。結局人生こんなもんね。ほら、説明書もちょっと破れたし、こんなもんやねん人生な。うまいこといかんというか難しいもん。うん、なるほどね。うん、了解です。わからんことばっかりやな。やっぱお店でカフェラテを軽く飲んでるテンションでやったらちょっと違いましたね。この取扱説明書の使うのやつで、使うからでよかったよ。なんやねん、なんかいろいろやっちゃったよ。まあええわ、もうええ、作ろう、一回作ろう。もうあれですね、僕がたまにやらなあかん定期点検のケアみたいなやつを先やっちゃったって感じですね。バカ丸出しですね。これもあげましょう。ミルクジャグですね。マグじゃない、ミルクジャグ。おお、かわいい、ピカピカ。デロンギって入ってる。こんな感じ。お、なんか黒いやん。溶接の跡かな。ここの溶接の跡、こんなもんか。ええんか。なんか黒ない、ほら。溶接の跡かな、これ。こんなもんか。ちょっと分かる人いたらコメント欄教えてください。こんなもんかどうか。ちょっと一回洗うか、さっき。牛乳はミルクジャグの容量の、この容量の半分。半分以上入れないでください。じゃあこれの半分か、OK。はい、半分。こんなもんすかね。怖いな。こうやってバシャーこぼしてたわ。これ一杯どれぐらいなん？全然書いてない。これ一杯どれぐらいか全然書いてない。一杯ぐらいでしょ。こんなんはね。大体こんな計量スプーン一杯ぐらいでしょう。いいんですよ。こっからね、こっからうまく入れていけるようになったらいいんですから。はい。みんなそんなもんすよ、最初は。最初にカフェで働いてるとか言わんかったよかったな。見てみ、ほら、切ったもん、ほら。切ったとこもちょうどあかんとこ切ってもうた。ちょうどあかへんとこ。内緒ね、わしは。すっごいいい香り。うわぁ、お豆さん。で、大体このスプーン一杯ぐらいでしょう。もうちょいか。目安の中ページ。あら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 、なんか
なんかお水出てきちゃった、なんかお水出てきちゃったよ。いいの？いいの？いいの？なんかお水出てきてんだよ。こういうもんか。は？は？まあわからんこともいっぱいあるわな。まあ一回行ってみるか。まあ何でもやってみてね。あかんかったら判断したらいいんですよ。行くで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 、もうやってたけど伸びます。だから悩んだけど、これを回して豆量を選びで押すと、お、出ると、あ、いやいやいや、はい、これで全て点灯したからもうこれで OK。 はい、できたエスプレッソ。あ、すごい、こんな感じでございます。ちょっとまずこれだけカフェラテにする前にね、抽出したこのエスプレッソいただきます。あ、苦いけどうまい。あ、大人な。これでもカフェラテ足りんのかな、こんなもんやったっけ。まあええかええか。あ、美味しいわ。でも香りがすごい。じゃあいきます。ちょっとつけるの、もうちょい、これぐらいか。いけ。はい、こんな感じです。熱々熱々、このエスプレッソに注いで出来上がりと。やっちまった、豆を落としてしまった。あーん、後で掃除機や。最悪ねえ、ありえへんねんけど。ちょ、見てこれ。ねえ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 、足元豆だらけやねんけど。奥さんしばかれんじゃん。ちょっと後で掃除します。やらかした。一旦エスプレッソ集中します。はいはい、これ入れます。豆だらけでいくか。絶対俺やり方下手やな。普通のカフェオレみたいになっちゃった。もう難しいねんけど。ハギちゃんチャンネル。はい、というわけでございまして、なんやかんやありましてね、全然、やらんでいい石灰除去のやつをいきなりやってしまったり、コーヒー豆ぶちまけたり、出来上がりがこんな感じでカフェオレみたいになっちゃいましたけども、まあなんだかんだできたので、うん、人生初自作、自宅で自作カフェラテいただきたいと思います。ミルク多すぎた。あ、でもうまい。これはこれで。あ、でも、やっぱあのミルクがお店で作ってる感じのこのスチーム感。すごいわ。ちょっと豆が少なかったのかな。ちょっとこれ何回も練習したらめちゃくちゃうまいのできそうやわ。もうこれお店のあのカフェのこの、なんていうの？ミルクのスチームの泡立ち感はあるから、もっと濃いめにしなあかんかった。すっごい牛乳。ホットミルクにほんのりコーヒー風味みたいになっちゃった。そして今床一面がコーヒー風味になってるから。早く掃除せな。奥さんに怒られちゃうからちょっと掃除しよう。ちょっともっと練習して、まあ、ラテアートとか いけるんですかね、あれで作れるんかわからないけど、ちょっといろいろとほんまに練習していきたいと思います。本当にラファさん、引っ越し祝い前はね、冷蔵庫くれたりとか、今回はあそこにあるエスプレッソマシーンね、はい、エスプレッソマシーンまでいただいて本当にありがとうございます。本当に何かあったらいつでも言ってください。私はもうラファさんはもしかしたら思ってないかもしれないですけど、私はまだまだラファさんのチャンネルの準レギュラーでございますので、いつでも呼んでもらえたら
あの野菜で仕分けあったりとか、痛いやつとか以外やったらやるんで。まあ本当に何かありましたらいつでも何でも言ってください。本当にラオさん、こんな私に引っ越し祝いありがとうございました。コーヒー豆片付けな。奥さんにしばかれるかもしれないんで、ちょっと急いで掃除かけます。本当にラオさん、ありがとうございました。もうええて。ハギちゃん、ハギちゃんチャンネル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 始まるよ。チャンネル登録よろしくね。